動くマンドリン工2020に応用技術編に運指の工夫、貝指制覇など、マンドリンのこの調弦が5度調弦なので、この同じフレットの音を同じ指で続けて弾くと音が途切れがちになりますよね。例えば、マンドリン工の37ページの楽譜、ドとソがありますけど、普通はドとかやるんですけど、同じ指をこう続けて弾くと使うとどうしても途切れがちになってしまう。なのでここでちょっと工夫してあげる。替え指という方法、指を変える。例えば3-3のところを3-4、まあ4が使いにくかったらポジション移動して2-3。これコツは指を追い出すってことですね。同じ、まあ、逆方向もそうですね。非常にこのマンドリン狭いので2本の指を並べておくのは非常に難しいので、追い出すっていうことです。次に押さえる指で押さえている指を追い出す。でもう一つの方法は倒してしまう、まあ、これはよく普通にやられてるかもしれないんですけど、倒すときに離して倒すんじゃなくてそのまんまの状態で倒す、まあ、手首を手前に引くっていうふうに考えてもらったらいいと思うんですけど、でこれが逆の場合がありますよね。高い弦から低い弦に行くとき、このときは倒せませんのであらかじめ倒す、まあ、あらかじめ制覇しとくってことですね。これちょっとあの技術がいるんですけど、で前後の楽譜の前後の音符の前後で替え指をした方がいいのか、制覇をした倒して制覇した方がいいのか、あらかじめ制覇した方がいいのか、あるいはわざと同じ指を使ってスタッカート気味に弾くのか、それは前後の楽譜の前後を見て、決められるといいと思います。弾くたんびにその運指が違うっていうのはちょっとミスの元になるので、できるだけそれは避けてください。どの方法が一番うまくいくか考えて運指を決めてください。